おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、今週のメインイベント、レジェンドマッチラクー性能解説&おすすめ育成講座やらせていただきたいと思います。ってことで早速始めていきましょう。さあラクー、まず性能から見ていきます。フランス国籍のオフェンシブミッドフィルダーの司令塔です。得意戦術は中央突破ですね。まあ、現在フランス染めが中央突破のメインのフォーメーションコンボ、一番主力のフォーメーションコンボになっているので、まあ、そこでねなかなか OMF がいないよっていう方はぜひこの OMF のポジションにラクーを置いていただけると、まあ、国籍っていうところで相性もいいですし使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにこれは別にラクーだからってわけではないんですが、仮に今回の中央突破フランスドミレク監督で使う際はオフェンスバリエーション監督が持っているので、ラクーをセンターフォワードに置くこともできます。まだ始めたばかりで、例えばいい OMF は持ってるんだけどいいセンターフォワードがいないだとか、いいセンターフォワードいるんだけどいい OMF いないだとか、まあ、ここのところでねラクーどちらにでも入れることができるので、まあ、一旦その場をしのぐっていう意味ではレジェンドマッチの選手悪くないのかなと思います。まあ、ちなみに当然ドミリク監督はフランス染めですから、スタメンのフランス選手1人当たりの 2% 強化が入りますよね。なのでラクーをスタメンで使うとその分の 2% 強化がされます。まあ、後半から違う選手に変えても1個ありだとは思いますので、まだ選手が揃ってないよって方でドミリク監督を使う場合は積極的に起用していってもいいんじゃないかなと思います。さあそしたらですね、ラクーの性能に再び焦点を当てていきますが、司令塔の OMF ということでものすごくパスが得意な選手になってます。特徴を見てもパス職人、パスが中アップを持っていますし、まあ、スキルの発動率という面でもショートパススキルの発動率が大アップしてます。精密機械ですね。あとは大舞台に強いがありますが、この大舞台に強いは正直まだねサカツクの中で具体的にどの試合でこの能力が発動するかが、不明です。例えばこの大舞台に強いが SWCC の決勝トーナメントだとかそういったところでも発動するのであれば、まあ悪くはって感じかもしれませんが、おそらくそうではないっていうところと、まあ、ちょっとねこの国際試合はインターナショナルカップだと思いますが、この決勝戦っていうことに限るとあまりにも限定的なので、まあ、ちょっとこの特徴は微妙かなというところですね。さあそしたらスキルを飛ばして能力の方を見ていきますが、まあまあ普通にパスを中心に能力が高い選手にはなってます。パス ABシュート B、ドリブルが C、トラップ AB、キープ B、メンタル C ということで、中央突破の OMF、まあ今回で言ったら、2DMF に 1OMF になりますが、そのオフェンシブミッドフィルダーとしてボールを受けてキープして出すっていうシンプルな動作に関しては、性能すごく悪くないんじゃないかなと。ただ、1対1でドリブルでボールを運ぶだとか、あとは前線からのパスカットとか、まあ、それは不要かもしれませんが、そういったところに関しては正直あんまり頼りないですし、あとはフィジカルだったりスタミナっていったところもほぼほぼデフォルトのままですから、まあ、本当にシンプルにボール受けて出す、この動きを期待する選手になるのかなと思います。メインスキルエンジェルパスですね。パス特大アップ、パスを受けた味方1人のスタミナが中回復です。弱くはないけどめちゃめちゃいいってわけでは決してないです。このトリコロールの指揮官になっても回復量は上がらないんですよね。パスの上昇値は特大から超特大に上がりますが、パスの受け手のスタミナ回復量はあくまでも中のままですので、まあ、ここで大きくスタミナを回復させてあげられるってわけでもないです。これは正直ちょっと弱点かな。あとはテクニカルトラップ持ってます。トラップ大アップのスキルですね。まあ、もともとトラップ AP で高いのでここに関しては悪くないんじゃないかなと思います。さあそしたらですね、じゃあどういった形で育成していくべきかっていう話になってくるんですが、やはり基本的にはちゃんと攻撃に参加できる選手にするべきだと思います。
まあ私が今ね持っている中でいくと、例えばプラティニとかも同じ司令塔なんですよね。中央突破の司令塔なんですが、プラティニって結局ドリブルでボール運べてシュート打てるっていうちょっと素晴らしい能力値してるんですけど、今回まあレジェンドマッチの選手っていうこともありますが、パスがもともと得意な選手になってますと。でドリブルの能力値がそんな高くないですっていうところがあるので、一つやっぱりドリブルはきちんとつける必要があります。いいドリブルをつけましょう。まあ、プラティニみたいにドリブルをつけて、このドリブルで1対1で局面を変えるっていうところも当然求められることになってきますし、まあ、プラスアルファでいくとドリブルスキルがないと勝負ができない程度のドリブル能力値しかないって話なんですね。最近の優秀な選手ってドリブル高くて、なんなら特徴でもめっちゃドリブル底上げされてるから、スキルつけなくてもある程度ドリブルでボール運べる選手とかが多いですよね。最近プレイヤーレビューやってて思いましたが、新しく来ているデルピエロだとか、あとはエムバペだとかロナウジーニョだとか、あれこいつらドリブルスキル使ってないのに普通に抜くんかみたいなシーンがあります。ただラクーに関してはそういうことができません。諦めましょう。ドリブルスキルをつけないと話になりません。なんでドリブル一ついいスキルをつけてあげることは必須ですね。でもう一個何にするべきかって話なんですが、個人的には通常のシュート一択だと思います。なんでもうドリブルシュートですね。いやロングシュートもありなんじゃないって方がいると思うんですね。で私もそこに関しては異論ないです。ただロングシュートって貴重なスキルなんですよ。なかなかねポンポコ手に入るものじゃないんです。トラップスキルとロングシュートスキルは希少性が高いので、こういったねレジェンドマッチの選手だとか総合値がそんなに高くない選手につけちゃうのは正直もったいないんですね。もし今在庫があるとしても、これから先めちゃめちゃガチャを引く予定がない人、まあ、これから先いっぱいガチャ引く人はこれから先もロングパススキルをどんどん集められるかもしれませんが、今んとこそういう予定がない人に関してはここでつけちゃうんじゃなくてちょっと待った方がいいと思います。どこかのタイミングでガチャを引いてそこで出た選手につける、そのために楽につけずにロングシュートは取っておくっていうのが無難かなと。ってなってくるとスキルの空き枠2つに対してシュートとドリブルをつけるっていうことが、まあ、理想かなと思います。おすすめのドリブルなんですが、私はこれはシャープネスドリブルのようなスキルをおすすめします。でシャープネスって結局なんでおすすめできるのかっていうと、2点いいところがあって、スタミナ回復と、あとは相手の選手のタックルをダウンさせられる、この2点ですね。めちゃめちゃ貴重なドリブルをつける必要は全くないんですが、最近ゴールドチケット星5確定スカウトチケットとかから出てくる選手もたまにこういうドリブル持ってるんですけど、まあ、楽は結局スタミナ管理が自分自身でできないので、普通にプレイしてたら多分ねあっという間にスタミナが尽きて走れなくなります。それをスキルでカバーする必要があるので、こんな自身のスタミナが中回復するとかっていうドリブルは相性がいいです。あともう一つは、相手の例えばシャープネスでしたらミドフィルダーですけれども、例えばこれがディフェンダーのタックルを下げるようなそんなスキルだったら、ラクーのもともと低いドリブル能力っていう中ではだいぶボール運びやすくなるのかなと思います。相手のディフェンダーのタックル能力、ミドフィルダーのタックル能力を下げてあげることができれば、自身のドリブル能力がそんなに高くなくても意外とやりやすいですし、で無料で手に入るスキルとかでいくとリニアとか、ウィリアンが持ってるリニアとかがあるので、ウィリアン自体が強いのでね、基本的にはラクーよりもウィリアンの限界突破が最優先になりますけれども、もしもウィリアンも限界突破終わっててリニアドリブル余ってますみたいな方は、ラクーに当てはめるのすごくいいのかなと思います。でもう一個おすすめのシュートスキルですが、ここに関してはいつも通り私はウィムジーがいいんじゃないかなと思います。ウィムジーって結局ジャンピングボレーもできるので、ロングシュートほどね遠くから打つとかっていうことはないですけれども、まあ、近い距離でちゃんとシュート打てるっていうのでもちろん一つ必要ですし、例えばサイドからの浮き球だとかコーナーのタイミングだとか、ヘディングを使わなければいけないシーンできちんとウィムジーシュートを持っているとある一定決定力が高くなるということがあるので、私はこの2つがいいんじゃないかなと、まあ、ちょうどね星5確定スカウトチケットで両方手に入るスキルですから、ぜひこの2つで育成するのがいいんじゃないかなと思います。まあ先ほども言いましたが、あまり貴重すぎるスキルをつけてしまうとちょっともったいないかなと思うので、そこだけねお気をつけください。で最後、移籍特訓先どこにするのって話ですが、ここはシュートとドリブルをつけたので、
ここに関しては勝者の嗅覚とアンタッチャブルをそれぞれつけてあげてください。もともとメインのスキルはエンジェルパスですが、精密機械持っているのでこれ一つで本当に十分です。シュートドリブルせっかくつけるのであれば、その2つに関してはきちんとね、育てていく、きちんと強化していくっていうことが大切だと思うので、アンタッチャブルと勝者の嗅覚でいくのがいいんじゃないでしょうか。ということでですね、本日は今週のレジェンドマッチ選手ラクー性能解説&おすすめ育成講座やらせていただきました。初心者の方には結構ね頼りになる選手だと思いますので、ぜひぜひね、なかなかチームまだ完成してないんだよねって方は限界突破誤解できるようにね、頑張って周回していただけたらと思います。ってことで本日の動画はここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。トフでした。バイバイ。